おお。はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシのカットレーダーです。今回の動画はですね、愛する道具と一緒に暮らすミヤボトレーディングさんの提供でお送りします。まあ今日はですね、珍しくプロモーション動画です。意外とね、こう YouTube をしているとプロモーション依頼って来るんですよ。まあ私のようなレベルくらいだと、こう商品を差し上げるので使った感想を動画にしてくださいみたいな感じで、お金なんかはね一切もらっていません。こう商品をねいただけるという案件動画ですね。まあお金なんかはねもらえないので、正直ね、ほとんどこういうね、ご依頼が来てもお断りしています。まあ、よほどね、こう魅力的というか、まあ、自分がね、使ってみたいと思うものであれば、こうご依頼もね、お受けするんですが、正直ね、ほとんど今まではね、断ってきました。しかしですね、今回プロモーションさせていただく商品は、まあ、私ね、個人的に使ってみたいと思ったので、今回はね、珍しくご依頼をね、受けさせていただきました。そんなね、魅力的な商品、どんな商品なのか、早速ですね、まあ、本日ね、商品が届きましたので、こちらをね、開封していきたいなと思います。まあ、ということですね。中身は、このようなものがね、入っていました。これね、正直見ただけでは、何かわからないですよね。まあ、こちらはですね、日本では、ミヤボトレーディングさんが販売する、ビエナプロ。ビエナプロという道具です。まあ、こちらね、実は、ワイン用のエアレーターというものです。まあ、エアレーターとは、ワインをね、空気にこう普通以上に触れさせて、ワインの味わいをこう開かせる、そんな道具となっています。まあ、よくね、こうワインだとデキャンタージュとい う, こう動作がありますが、まあ、あれをね、こう自動的にやってくれるような装置だと考えてもらえると分かりやすいかもしれませんね。まあ、そのね、ワイン用のこのエアレーターを今回はね、このウイスキーで使用してみたいなと思ってね、今回こういう例をね、受けさせていただきました。まあ、ウイスキーもこうワインと同じように、海鮮直後だとね、味わいが硬くて、そのウイスキーの持つ最高の味わいをね、表現できていないものもあります。まあそういう時はね、こう通常回線してから数ヶ月、こう長いとね、数年、回線してからね、ゆっくりと空気に触れさせることで、味わいがね、こう豊かになったりします。まあ簡単に言うと、ウイスキーをね、こうゆっくりと酸化させて、味わいをね、まろやかに変えるということですね。まあただね、やはり数ヶ月、長いとね、こう数年もかかりますので、待つのがね、面倒ですよね。まああとね、このウイスキーにも、まあワインにもあるんですが、スワリングといって、こうグラスにね、液体を入れて、こう回して、まあ、かなりね、こう空気に触れさせることで、こう簡単にね、香りを立たせたり、まあ、酸化をね、促して味わいの変化をね、楽しんだりするっていう動作もあります。まあ、ただね、ちょっとこちらも、やっぱり手が疲れるというか、こうずっとね、回しなきゃいけないので、これもね、若干めんどくさいですよね。まあ、この動作もかっこよくて私は好きなんですけどね。まあ、ただね、こう慣れていない人だと、こうね、液体をこぼしてしまったりだっていうことも結構ありますので、ちょっとね、こちらも面倒かなという気がしますね。まあ、そんなね、ウイスキーも酸化を促した方が美味しいものがあるということで、今回ご紹介するこちらのね、ビエナプロ。こちらさえあれば、誰でも簡単にデキャンタージュ技術をご自宅で手軽にね、再現できると思います。まあ、今回はね、私ウイスキーに使いますが、まあ、基本的にはね、これワインに使うものなので、ワイン好きの人にもね、いいなと思いますよ。まあね、こう難しい話はね、これぐらいにして、早速ね、このビエナプロを使って、ウイスキーにね、デキャンタージュ、まあ、エアレーションを加えて、どのような味わいの変化があるのか、その辺をね、飲み比べていきたいなと思います。まあ、まずはね、同じウイスキーを使って、このビエナプロを使って、エアレーションしたものとしていないものを飲み比べてみて、どのような違いがあるのかっていうのをね、飲み比べしてみたいなと思います。今回ね、飲み比べるウイスキーはね、ちょっとすごく迷ったんですが、こちら。じゃん。まあ、酒の山屋さんで売っています。ウィルトンハウス。むちゃくちゃ安いスコッチウイスキーです。なんとね、お値段680円。多分私が知っているスコッチウイスキーの中では最安なんじゃないかなと思いますね。まあ、このね、ウィルトンハウスを使って、まあ、エアレーションしたものとしていないもの、どのような味わいの変化があるのかっていうのをね、ちょっと実験してみたいなと思います。まあ、まずはですね、まあ、ビエナプロを使わないで、エアレーションしていないウィルトンハウス。こちらをね、ついでおきます。
これがね、エアレーションしていない方のウィルトハウスです。この機械がね、動くという仕組みのようですね。ちょっと押してみますね。光りますね。こんな感じで。ブーブー言ってますね。これで吸い上げるという感じですかね。で、多分この中でデキャンタージュをしてくれるという、そういう装置のようですね。で、こちらに、カチッとはめ込むだけですかね。これでいいですかね。はい。はめ込みました。まあ、簡単にね、組み立てることができまーす。はい。ではね、早速、このね、ウィルトンハウスのね、ビエラプロをね、差し込んでいきますね。こんな感じで、差し込みます。こんな感じですね。これでね、ここを押すと出てくるはずなんですが、まあ、その前にね、このエアレーションのエア量ってね、決めていきたいなと思います。まあ、このつまみを右にね、こう全開にすると、エアレーション量がね、最大ですね。まあ、せっかくなんで、こう、わかりやすいように最大でやりたいなと思います。これを最大にすると、まあ、このようにですね、まあ、デカンタージュを180分したものと同じような効果が得られるということですので、まあ、こんな感じでね、やってみたいなと思います。ではね、早速、グラスも用意しました。スイッチオンでね、入れてみますか。入れます。おお。結構勢いがいいですね。おお。こんなに出るとちょっと思わなかったな。すごい。ということで、まあ、エアレーションしてる方としてない方で、ね、飲み比べ、これから早速していきたいなと思います。はい、ではね、まず、エアレーションしていない方のね、ウィルトンハウス。こちらはね、まずは飲んでいきたいなと思います。まず、ね、香りから。あー、香りはですね、スパイシーというか、アルコールのね、素晴らしい刺激があって、そしてね、甘いグレーンの香りと、結構ね、こうフルーティーな香りも多くあって、香りね、私これ結構好きなんですよね。はい、ではね、次にこちら、エアレーションした方のね、香り。おー、なんかね、アルコールのいい刺激がね、ちょっとなくなってますね。すごいね、まあ、グレーンの甘さがすごく際立って、フルーティーさがね、ちょっと若干薄れた感じはしますが、すごくね、このグレーンの甘さ、そちらがね、目立ったような印象ですね。こう本当にね、アルコールのいい刺激がね、消えました。へぇ、こんなにね、違くなるもんですね。ではですね、エアレーションしていない方からね、早速いただきたいと思います。あー、うん。680円でこの味わいだったらね、もう本当にいいと思いますよ。まあ、アルコールでね、刺激がいい感じでありまして、まあ、青りんごをね、思わせるようなフルーティー感、そしてグレーン特有のね、柔らかな甘み、もうね、ザ・ブレンデッドスコッチウイスキーといったね、味わいですね。まあ、このね、すっきりとした、少しね、刺激のある味わいもね、私は好きなんですけどもね。ではですね、次にこちら、エアレーションした方のね、ウィルトンハウスをいただきたいと思います。おー、うん。まろやかです。すごいまろやかになりますね。あ、こんなに違くなるもんですね。あのね、いいアルコールの刺激がね、なくなっちゃいました。これ、ちょっと私的にはかなり寂しいですね。でも、全然この刺激がなくて、まあ、このアルコール感がね、苦手な方にはもってこいですね。飲むとフルーティー感はね、こちらの方が感じますね。ああ、いい、これは。これはね、かなりまろやかになりますね。すごい。エアレーション、すごいですね。まあ、ということですね、まあ、ウィルトンハウスのエアレーションの結果なんですが、やっぱりね、エアレーションした方はかなりね、まろやかになりましたね。まあ、効き目はね、あるじゃないかなと思います。まあ、このピアノプロ、まあ、今洗ってきたんですが、まあ、洗浄方法ね、ちょっと映してませんが、結構簡単でした。まあ、最後に、このね、ヴィエナプロを使って、まあ、アイラモルトをね、エアレーションしたら、まあ、アイラモルト嫌いのね、うちの神さんは、アイラモルトをね、飲めるようになるのかっていうね、実験をね、したいなと思います。まあ、アイラモルトといえばね、まあ、こちら、じゃん。まあ、アードベックね。アードベックじゃないですか。まあ、このね、アードベック10年を使って、まあ、アードベックはね、うちの神さん、正直、絶対飲みません。まあ、私がね、近くで飲むのも嫌がるくらい、大変申し訳ないですが、大嫌いです。まあ、そんなね、アードベックを、このビエナプロでエアレーションしたら、アイラモルト嫌いなうちの神様ね、そのアードベック、飲めるのかどうか。まあ、早速ね、最大のね、空気量で、このアードベックをね、エアレーションしてね、いきたいなと思います。
このですね、かなりエアーが入ったね、アードベック。これをね、神さんに飲んでもらいたいなと思います。ではですね、ちょっとこちらをね、神さんに渡したいと思います。まあ、香りはね、今嗅いでるんですが。ダメなようです。もう香りもね、ダメなようです。すみません。この実験はですね、このように、すみません。この実験はですね、もう香りでダメなようです。やはり、アードベックはね、いくらエアレーションしても、アードベックのようです。もうすぐにね、このように突き返されました。これはね、私が美味しくいただきたいなと思います。ということでね、早速、神さんに突き返されたこちらのアードベックね、エアレーションしたアードベックをね、早速いただきたいと思います。あー、なんかね、香りが確かに余計に芳醇というか、スモーキーになった感じがしますね。これ確かに、アイラ嫌いの人はね、余計飲めなくなるかもしれませんね。まあ私はね、好きですけどもね、すごいいい香りです。ではね、いただきたいと思います。あー、やはりね、セールガン感とかはかなり強調された感じがするんですが、本当にやっぱり口当たりはね、かなりまろやかになりますね、こちらも。まあただ、やっぱりね、アードベックはアードベックです。ということで、アードベックはいくらね、ビエナプロを使ってエアレーションをしても、このアードベック味わいにね、ほぼ変わりはなかったということで、このアードベックの凄さがね、さらにわかりましたね。ということでね、まあ、このね、ビエナプロを使っても、アイラモルト嫌いの人にね、アイラモルトを勧めても、アイラモルトは好きになれません。まあ私の感想では、やはりね、こう、すべてまろやかにはなるので、すっきりした味わいというか、アルコールの刺激がね、苦手な方には、絶対にね、おすすめできるアイテムだと思います。こう、少しね、ひねたウイスキーなんかも、このね、エアレーションをすることで、そのひねがね、取れるんじゃないかなという淡い期待もありますので、ぜひね、ちょっと次は、そういうひねたウイスキーでね、このエアレーション、試してみたいなと思いますね。まあこのね、ビエナプロ、まあいろいろなね、使い方ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、気になる方は、Amazon、楽天でね、買えますので、そちらの方でお買い求めください。まあ、概要欄にね、そちらの URL 貼っておきますね。いやー、やっぱりね、アードベック、美味しいですね。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は、愛する道具と一緒に暮らす、ミヤモトレーディングさんの提供で、ビエナプロ、こちらをね、ご紹介させていただきました。ではまた。